さあ、M プロ時間がやってまいりました。本日710回目でございます。皆さん、期間を示す語句、時制に関しては品質でございますので、今日はちょっとそれをやってみたいと思います。さあ、皆さん、期間を示す語句と言われたら、皆さん、有名どころ2つありましたよね。頭文字を書いておりますが、皆さん思い出せそうですか？一つはフォー、そしてもう一つはシーン数ですね。ですから、例えば14 years 10年間とか、シーンス I was young、 私が若かった時以来と、そういう感じで皆さん期間を示す語句、この二つ押さえていただきましょう。そしてこれが分かった段階でですね、皆さん、特徴を一つ目、二つ目ご覧になりながらいきたいと思います。皆さん、この期間を示す語句、もちろん今お伝えした通り、例えば10年間ですね、14 years、勉強をずっと続けております。みたいなイメージでいいかと思いますが、当然、これですよね。期間を示す語句があれば、それは継続を意味しているということですので、ですから皆さん中学生の時なんかに習ったことがあるかと思いますが、継続を示す場合には完了形、これでございますね。完了形と一緒に併用をお願いいたしますということでよろしかったかと思います。ですから皆さん例文の一つ目、she has lived か had lived か、そして in なら4 15 years before she moved to 福岡ということでいいかと思います。でもちろんこれがもし4択の文法問題であれば、例えば選択肢ながら live ずがあったり、live どがあったりということになるかと思いますが、皆さんこれで注目すべき点はまずはこれですよね。4 15 years ということで、皆さんここで期間を示す語句、これに反応できたら、完了形だねというところでよろしいかと思います。ですからもう2つすでに書き終えてるんですが、この段階で他の選択肢があったらそれを×にしてですね、この2択に絞るというような手順を取るかと思います。で、皆さんその期間を示す語句があったら完了形。あとは皆さん、ハズリブドにしますか、ハドリブドにしますか。もう皆さん、わかりそうですね。では、文末に before she moved to 福岡というところです。ですから、皆さん、この moved が過去時制になっているので、皆さん、おそらくこれに合わせるという形で選択肢選ぶかと思います。ですから、ハドリブドのハドのところが過去時制、ムーブドと時制同じでございます。ですので、そこから皆さん、選択肢ハドリブドを選ぶという感じになるかと思います。こうですかね。ですから、ハズの方は現在時制ですので、×、ムーブド過去時制、そこから皆さん、ハドリブドということでいいかと思います。そこでですね。皆さん、ぜひ意識をしていただきたいところがございます。皆さん、この期間を示す語句があれば、継続を意味しているので、完了形をバッチリだというところでいいかと思います。ただし、こういう感じで皆さん、はず、はど、どっちを選びますかという選択肢をこう投げられる可能性があります。で、その時に、皆さん、ムーブドのところを見てこう行くわけですが、ちょっと皆さん、当たり前といえば当たり前なんですけども、皆さん、4 15 years を見て、ハードは選んでないと思います。ですから、このカッコ2番のところに書きましたけども、この期間を示す語句というのは、時制を決める権利は、ないんですね。ですから、もう一回言いますよ。ここを見て過去時制だと判断したわけではないはずなんですね。ですから、そこら辺りまで押さえておいた方がいいんじゃないかなという感じがします。と言いますのも、皆さん例文2つ目ご覧になっていただきて、The number of patients。Has decreased にしますか、Had decreased にしますか。Since last month ということです。で、皆さんもちろん、Since last month ですね。Since がございますので、
これ皆さん期間を示す語句があるな。ですから選択肢皆さんどちらを見ていただいても完了形になっておりますですね。あと皆さんはずにしますか、はどーにしますかっていうと、おお、文末にラストマンスがある、ラストと言われたら過去時世だ、だからはどーって言っちゃうと残念ってなってしまうんですね。ですから先ほどもお伝えした通り、時制を決める権利は皆さん期間を示す語句にないので、決してここを見て判断してはやっぱりまずいんですね。じゃああとはどこを見ればいいんですかっていうと、皆さんもうそれ以外のところをご覧になっていただけるといいかと思います。ですからもう皆さん視界の中からこのシンスラストマンスを、削っていただいてですね、視界の中から外していただいて、じゃああとは過去を表す表現ありそうでしょうか。ないですよね。ですから皆さん少なくともこの段階でも過去時制だと分かりそうな語句が特にないので、ですからそういう場合に無理をして過去時制を選んでしまうと罰になってしまいます。ですから皆さん過去を表す表現特にないので、そういう場合は自然と現在時制ということです。ですから正解はどれですかと言われたらこっちの方ですね、ハズディクリーストが正解ということです。ですから期間を示す語句があったら継続を表すので完了形だよ、ここで知識を終えてる方多いんじゃないかなという感じがします。ですので時制を決める権利はないんですよっていうところまで押さえておくと安心でございます。いいですかね。では皆さん710番、一応こんな感じで問題ないんですが、次回711番はこの期間を示す語句、特にシンスに関して注意点ございますので、引き続きよろしくお願いいたします。では相変わらず皆さんこれですね、赤シートで隠してスラスラ言う、これ皆さん徹底していただけると、試験得点は自然に上がりますので、これで皆さん頑張っていただけるとよろしいかと思います。では次回もよろしくお願いいたします。